はい、どうも、神奈木です。よろしくお願いいたします。架空の相方といいますか、幽霊の相方とやってます。ちなみに相方のこと見えてるよっていう方いますか？今すぐ病院かお祓い行ってください。まあ成仏させてやりたいんですけどね。やっぱお葬式とかちゃんとやった方がいいんじゃない？喪服着てるから。まあ、最近さ、自分のお葬式を自分でプロデュースするみたいなあるらしいじゃん。そうそうそう。あ、で、俺がお客で、そう言えば逆だろ。で、あ、まあまあいいけど、やりたいの？分かったよ。あ、すいません。ちょっと自分のお葬式をプロデュース、生前にやっておきたいなと思ってるんですけど。あ、記入ですか？わかりました。はい。あ、家を取る。あ、わかりました。こちらですね。はい。はい。あ、で、背景を選ぶ。はい、で、次にフレームを選ぶ。プリクラじゃねえかよ。なんで家プリクラ使ってんだよ。何に対してよ。え、あ、プランを進めていく。あ、お願いします。じゃあまず、関係の大きさ。あ、それ大きい L とかってことですか？ん？ショート、トール、グランテ、ベンティ、いや、スタバでコーヒー頼んでんのか。いや、普通に缶オケの大きさとかいいですわ。もうでっかいやつでお願いします。はい。仮想の焼き加減って何？レア、ミニオン、ウェルダン？ステーキ焼いてんの？いや、遺体なんだからウェルダン一択でしょ。ウェルダンでも足りねえけどな。骨になるなるまでちゃんと焼けよ。ちょっと噛んじゃったじゃねえかよ。で、あ、次次霊柩車のカラー。霊柩車のカラーって黒以外あんの？お、グレー、ブルー、ピンク、イエロー、パープル、オレンジ、レッド。焦点カラーじゃねえかよ。いや、普通にブラックでいいよ、ブラックで。円楽ブラックって、あの人はパープルであって、ブラックではない。ええ。あ、で、出棺の時に流す曲。ああ、そういうこともできるんですね。え、何があります？ミヒマル TT の気分上々は絶対ダメだからな。お葬式で絶対流しちゃダメだから。うん。ちょ。全然お前、葬儀が上手くない。これでお前いつ死んでもいいだろう。不謹慎か。あ、ジョークのカラーはブラックにしておきました。あ、お後がよろしいようで。どうもありがとうございました。